まして、重岡北九州市環境局環境国際戦略室重岡支援担当課長からご講演をいただきます。重岡課長、よろしくお願いします。ただいまご紹介を預かりました北九州市環境局の重岡と申します。今日は、北九州市のですね、取り組み、それから、北九州市内のですね、大学との連携についてですね、事例を紹介させていただきたいと思います。まず私どもは、アジア低炭素化センターというですね、センターを立ち上げました。こちらに書いてあります通り、ちょうど2010年6月からちょうど2年ですね、経ちました。このセンターを立ち上げた、経緯と背景としましては、やはり北九州市、1901年、関連また設立所がですね、設立以来、さまざまなものづくりの町として、それから、公害が一時ですね、激しかった頃の、公害を含む技術といったものをですね、活用して、それからですね、いろんな、都市間の国際都市間のネットワークですね、こういったものを活用して、これまで本当に北九州市20年環境国際協力ということでですね、協力事業を行ってきたんですけれども、やはりこれからの時代ですね、協力だけじゃなくてやはり、環境ビジネスと、ただ私ども地方自治体でございますので、我々がビジネスをするわけではないんですけれども、やはり、企業の皆様方の、ビジネスのですね、お手伝いをしていこうということでですね、ここに書いてあります通り、環境ビジネスの手法を使ってですね、地域の活性化と、アジア地域の低炭素化に貢献していこうということでこのセンターを設立いたしました。センターの組織と機能でございますけれども、センター長には小宮山先生、元東大の総長ですけれども、就任いただきまして、またここに書いてありますが、アドバイザリーボードでもですね、地元産学官、特に地元の九州工業大学さんであったり、北九州市立大学にですね、入っていただいてですね、産学官の取り組みとしてですね、事業を推進しております。機能としましては、このセンターはですね、今まで30年間一つの財団 NGO として、環境人材協力にですね、協力してきた、北九州国際技術協力協会、それからあと、地球環境研究機構、IGES ですね、これ環境省の外郭団体ですけども、それと私も北九州市、それぞれ3団体はですね、今まではそれぞれ別々の事務所で離れてですね、業務を行ってたんですけれども、このアジア低炭素化センター設立を機にですね、この3団体がですね、ワンフロアに集まって、それぞれ人材育成、それから調査研究、そして技術支援というですね、この3団体がワンフロアに入ってですね、相互に連携していきながら、海外の展開をやっていこうということで始まりました。私もセンターを目指すものなんですけれども、やはり先ほどご説明しました通り、これまでの経験だとか海外のネットワーク、それからあと北九州市にはエコタウンをはじめ、今スマートコミュニティのですね、実証実験も始まっております。そういった、先進的な社会システム、それから、これまで蓄積された環境技術、こういったものをですね、総合力としてですね、アジア諸島に対して、今から、いろんな環境技術を輸出していこうということでございます。特に我々この2年間ですね、取り組んできまして、単なるやっぱり単品物売りをしてもですね、なかなかこれはもう中国韓国に勝てないと。特にいろんな入札案件、いろんな市内企業もですね、チャレンジしてます。ただなかなかやはりですね、もう公募段階で出ていってもですね、なかなか今もう価格面で中国韓国にですね、勝てないという現実がある中で、やはり我々の戦略としましては、本当に上流サイドからですね、まさにマスタープランズのところからですね、入っていく。特に我々はその、オーダーメイド方針による、都市輸出ということを一つの大きなキーワードに掲げておりますけれども、町づくりということを観点にですね、いろんな協力都市とですね、共にですね、案件発掘してですね、取り組んでいるところでございます。特に重点分野としましては、我々エネルギー、水ビジネス、リサイクル、廃棄物、クリーンアップ、プロダクション事業というですね、こういった4つの事業をですね、主に重点的に、取り組んでおりますし、特に自治体としてですね、やっぱり強みを生かせるというのはですね、こういった部分ではないかなということでですね、特にこういった部分につきましては、民間企業さんと連携してですね、いろんな案件発掘からですね、海外に出て行ってやっております。そういった中でですね、今私どもいろんなこういう
技術をですね、行うにあたりまして、イギリスであったり、ジェイニックさんであったりですね、あと、まあ、九州の九州経済産業局の改革であったり、関連機関のですね、企業の入っている団体であったりですね、そういったところと、まあ、関係をですね、今日お取りしまして、こういったものをですね、ベースとしまして、今、海外、技術、環境ビジネスの、展開というものをですね、力を入れております。あと、特にですね、海外の都市としてはですね、まあ、天津市であったり、諏訪林市であったり、北京環境保育所であったり、やはり我々の、まあ、自治体ということでですね、やっぱりシティトゥシティの関係の中でですね、しっかりとベースを築きまして、その、まあ、シティトゥシティのベースの中でですね、その上で、民民のですね、ビジネス展開、時には大学のですね、協力もいながらですね、ビジネスを展開していくということをですね、大きな柱としております。こういった中でですね、本当にまあ、設立して2年間ですね、本当にこの2年間、闇雲にですね、手探りの中走ってきてですね、さまざまな、環境省さんであったり、大学さんであったり、経産省さんであったり、さまざまな FS 事業にですね、チャレンジしてきました。まあ、そういった中でですね、今落ちたのもたくさんあるんですけども、その中でも20件ですね、採択されてですね、今それこそ大学も入っていただいてますし、民間企業の方も一緒になってですね、今いろんな FS 事業にですね、取り組んできております。特にですね、これ諏訪林市の事例なんですけれども、私ども諏訪林市にはですね、もう本当に10年前からですね、生ごみのコンポスト化事業ということで、協力事業で行ってきました。その結果、諏訪林市、まあ、インドネシア第2の都市でですね、人口300万人を超える町なんですけれども、市のごみのですね、3割がですね、まあ、削減できたということでですね、まあ、非常に、まあ、感謝されたという経緯があります。でまあ、そういったです、ねまあ、協力関係の中で今我々はやはり先ほど申しましたように 町を流出するということ で, です、ね先方がです、ね、いろいろと課題としました廃棄物であったり排水であったり、水の関係であったりそういったものをです、ねまあ、協力ベースでありますけれども在家様 の草の根事業であったり、BOP の関係で BOP 事業の採択いただきながらで、ね、行うともにです、ね、真ん中の、まあ、コーディネレーションの質ということでですねまあ、リニューアルエナジーのです、ね、輸出ということで、これを、まあ、ビジネスの我々のですね、最優先課題としてです、ね、取り組んでいます。まあ、こういった形で、まあ、協力と、まあ、ビジネスということがですね、まあ、一つの、まあ、天秤の形でいくと、まあ、一つバランスを見ながら、ね、進めていくことがですね、まあ、非常に重要ではないかと、あまりビジネスばかり押し付けるとですね、向こうも少し構えてきますので、まあ、協力もしながらビジネスを進めていくということでございます。今日は大学と OBJ というテーマでございますので、2件ほどですね、まあ、大学との連携事例をですね、ご紹介させていただきたいと思います。一つはですね、まあ、民間が行う事業につきまして、やはり大学のシーズン、これを使ってですね、付加価値を上げていくという事例です。これは、まあ、大学様の BOP の方に書いていただいて、まあ、東レグループと一緒になってやってきたんですけども、まあ、これは本当に、まあ、まあ、電気もない、水も非常に来てない、特に井戸水もですね、塩分濃度が高くて飲めないというですね、まあ、離島においてですね、まあ、太陽光を動力としながら井戸水を汲み上げて、RO膜を通してきれいな水を提供していこうというふうな事業なんですけども、まあ、ここでですね、まあ、九州工業大学の先生、白井先生に入っていただきまして、まあ、ここで使ったいろんな膜ですね、膜関係の、まあ、リユース、リサイクル、こういったものをですね、大学のシーズを使って、なんとか持続可能なビジネスに展開できないかということで、アドバイスを今、いただいているところでございます。まさにこの事例というのは、大学のそのシーズを使ってですね、民間ビジネスの、まあ、付加価値を高めていくという事例じゃないかなというふうに思います。あと、続きまして、次にですね、これ、つい最近、九州工業大学を中心としてですね、トレッツにですね、採択された案件です。これはですね、もう時間がありませんので、ちょっとあれですけども、まあ、大学は本当に九州工業大学は10年かけてですね、現地に協力をしていったという中でですね、現地ニーズをですね、把握してきて、この現地ニーズを今度は環境ビジネスに、ビジネスに展開していこうという事例でございます。ちょっと、これ簡単に言いますとですね、まあ、今まで、まあ、大気汚染、水質汚濁、いろいろなあると、まあ、ここで九州工業大学の技術を入れることによって、まあまあ、日本の技術を入れることによって、大気汚染だとか水素を防止すると、そういった中 で, ですね、この
メソカファイバーという物質がですね、もう燃やさなくてよくなるんですね。これがバイオマスの余剰バイオマスが出てくると。今回これを、我々と一緒に急行台さんとですね、民間企業と連携しまして、これを、コンポジット材としてですね、いろんな、車の部品であったり、家電製品の部品であったり利用できないかということでですね、今まさに九州だ工業大学様 の、 その10年かけてきた研究実績に伴ってきた現地ニーズをですね、まさにビジネスに展開していこうということでですね、今官民連携して行っております。最後になりますけれども、ちょっとこれ九州工業大学さん、本当に現地にですね、福岡大学の敷地内にもうキャンパスとして構えられて、もう 現地に常駐してます。でこういった事業をですね、本当に推進的にやってます。特にここで書いてありますとおり、北九州の九州工業大学の 本学では、最先端技術の開発ということをやってますけれども、その福岡大学ではですね、まさにそのハイスペックな日本の技術を持っていてもですね、現地にとってみればなかなかこれなんていうんですか、ハイスペックすぎて合わないんですね。だから逆に言うと、技術の現地化、適正技術を考えていこうということです。で彼らはこれをまた リバースイノベーションとして日本に持って帰ろうというです、ね、大きな何て言いますか、思想の中で取り組んでいます。最後になりますけれども、こういう形でですね、本当に今九州工業大学さんですね、国際連携、学内の領域連携、それから産学連携、産学科連携、さまざまなですね、取り組みを通しまして、本当に我々自治体、それから地元のですね、企業にとってみてもですね、やっぱり地方でございますので、本当に大切な、かけがえのないですね、シンクタンクとしてですね、機能していただいています。こういった形でですね、本当に大学のですね、なんか役割というものはですね、非常に僕は価値があるものだと思ってますし、先ほどご説明しました通り、民間ビジネスのを、その付加価値を与える取り組みの事例だったりですね、まさに大学が行ってきたニーズをビジネスにかけていくという、こういったことがですね、実際北九州で行っており、できておりますので、ぜひ皆様方にもですね、ODA の活用という面でですね、積極的に使っていただければというふうに思います。すみません、ちょっと時間が長くなってますけど、以上で。宮岡課長、どうもありがとうございました。